good on your one credit it come a song picture video is on share remix reuse it's a new world of creative commerce welcome to the new world creative commerce でもうちょっとなんか超過社会とか、はい、あとクリエイター、はい、もっとクリエイターにとっていいようなものがあったらいいなと思って初めは、はい、著作権に詳しい弁護士さんにとって、はい、なんか作ろうとしてたんですよ、はい、あ自分の契約を書こうとして、はい、利用契約みたいな利用契約をなんか条件をいっぱい作って、はい、ミュージシャンに選ばそうと思ってたんですよ、はい、でそういうことやってたらある人にいやいや、もっとちゃんとそういうことしてる団体っていうか、うん、あるよって言って CC、はい、を教えてもらって、あ、もう完璧じゃんみたいな、うん、だから自分たちが手探りでなんか同じようなことを作ろうとしてたので、はい、それもあるんだったらそれそのまま使った方が、はい、別にそれを作ることが目的ではなかったので、うん、著作権しか知らなかったので自分で作ろうと思った、うん、やっぱ初期値にしてるのが一番増えるんですよ、はい、そうですねなので一番初めは、うん、その一般的な著作権を、うん、CC で選ぶにしてたんですよ、うん、そうすると、はい、多分意味分からず一般的な著作権を選んでたので皆さんが、はいうん、一般的な著作権を一番最後にしたら、うんはい、結構減って確かに、うん、一番上にしてるものがやっぱ増えるのでなんかみんなそんな、うん、結構商用利用の時にちゃんと連絡が来れば、はい、どうせ浄化社会なので、うん、個人利用とか分からないし、はい、ちゃんとその権利主張した人たちも分からないですし、なので、まあ、主張したところで意味がないので、うん、それだったら、むしろちゃんと使ってもらって、ちゃんと表示、はい、クレジット表示してもらった方が、絶対ミュージシャンのためになるので、はい、で日本では、そういうなんか思想を伝えて、はい、広めるっていうよりは、なんかこっそり、勝手に、知らない間に CC になってたみたいな方が、はい、なんかで日本人、別に緩いし、はい、ピースなので、まあ誰も怒らないと思うんですよ。なんかしっかりちゃんと教えて、はい、CC しましょうって言っても、うん、なんかこう、そういうのにあんまり興味ない。興味ないがゆえに逆に、うん、その、なんとなく知らずに CC になってても、うん、そんな怒らないし。あんまり少ないですよね。僕もそんなに他のサイト詳しくないので分からないですけど、多分結果としてもしかしたら CC の人が一番集まってるかもしれないと思いますよ、ね、それは僕も探してなんかこれしか見つけてないんで、それはすごい戦略で、はい、さっきも言ったように初期値にしたんですね、はい、要はなんかサイトとしては思想を持たないことにしてて、はい、自由な、はい、まあまあそれも思想ですけど、はい、まあ比較的いろんなもう一般的な著作権、なんか一般的な著作権からすごい緩いところまで自由に選んでくださいと、うん、ただ僕は個人的にですよ、はい、個人的に CC にすることが、うん、まあミュージシャンにとって不利にならないと絶対思ってるので、初期値を CC にすることで、うん、なんとなく、はい、結果として CC の曲がすごい増えて、はい、多分 CC の曲が今一番あることによって、うん、今後、うん、なんかいろんな人がちょっと映像を作るときとか、うん、何か作るときに例えば、うん、まあ、例えば商業利用するときも、うん、ここのサイトにいるミュージシャンは比較的簡単になんか権利団体に所属してるわけじゃないので、うん、個人的な交渉に応じてくれるみたいになって、うん、商業利用する人たちもパッとメール打って、うん、なんかちょっと交渉して使うみたいな感じで、うん、結局最終的にその、うん、いろんな利用が増えていくことで、うん、なんとなく結果として CC が増えたらそれそれでまあ面白いなそれなんか西原のそのニコ動、はい、ニコニコ動画で、うん、そのとか YouTube で一時期1位になってた、はい、16デスクトップっていう、はい、そのあるすごいソフトウェアの映像が YouTube とかニコ動で1位になったぐらいすごい人気 その映像があるんですけど、その映像が最後なんかワッカメを使いましたみたいな感じでワッカメを使ってたみたいで、そういうのを見るとやっぱちょっと嬉しいですよね。役割がすごい
ごい正直言うと2005年ぐらいは役割があるかなと思って始めたんですけど、やっぱ浄化社会の、まあ、うん、何でも OK みたいな波が、うんうん、やっぱ強すぎて、うん、本当に役割が減ったのかなと思って、うん、社会的なね、はい、社会的な役割があるかなと思ったんですけど、まあ、そんなにないんであればと思ってオープンしてからはほとんど、うん、このリニューアルとかせずに、はい、まあ、そのまま、うん、一応そのユーザーがいるので、はい、維持だけはして、はい、何か新しい施策をするっていうわけではなかったんですけど、はい、でも今の話聞いて、はい、逆にもしそういう風に今後、はい、日本もなるんだれば逆に役割がすごい上がってくるので、逆にすごい、うん、なんか やった方がいいかもと、うん、もう頑張った方がいいかもと。